笠間駅は、茨城県笠間市下市毛にある、東日本旅客鉄道水戸線の駅である。当駅は、笠間市中央部に位置し、同市の中心市街地、笠間日道美術館、笠間稲荷神社、スケ白山の最寄り駅である。同市役所本庁舎の最寄り駅及び、同市の代表駅は、常磐線ともべ駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線。 計2面3線のホームを有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。2006年には、ホームの段差改良工事と古戦橋の取り替えに加え、古戦橋にエレベーターが新設された。ともべ駅管理の JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を受託する、業務委託駅であり、スイカ対応の自動改札機が設置されている。 2006年3月15日に導入された、もしもし券売機カエルくんは、2012年2月27日をもって営業を終了し、代わりに多機能券売機が導入された。発車メロディは2014年4月29日より、すでに導入済みの友部駅、岩間駅同様に、笠間市にゆかりのある歌手、坂本9の各曲に変更された。いずれも、 岩間駅と同じものを導入している。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1088人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。笠間駅,駅前のバスターミナルから発着する。笠間駅前、笠間駅前郵便局の前に停留所がある。ありがとうございます。